東京都で今日新たに確認された新型コロナウイルスの感染者は2714人でした。先週の日曜日から472人増加しています。重症者用の病床使用率は昨日と同じ 6.2%、 全体の病床使用率は 0.3 ポイント上がって 18.5% でした。全国の新規感染者は2万9662人となっています。